はい、心理カウンセラーの南優太です。今日はですね、アダルトチルドレンや愛着障害、愛着トラウマサバイバーって僕は呼んでるんですが、そういった方たちが自分に自信がいつまでも持てない、理由の一つを、解説したいと思います。それはですね、親子関係の中で主に、先生とかでもいいんですか、学校の先生でもいいんですが、親子関係、主に親子関係の中で自分が感じていることとか考えていることとかが常に否定されている、否定されてきた、そういった事情がある方は自分に自信が持てないっていうふうになりがちです。例えば、思春期なんかで多いですけれども、自分はこっちの進路がいいとか、自分は今は休みたいと、勉強は後でいいと思ってるとか、いろんなね、日常で、その日常的な出来事の中で親とのやり取りが生まれますよね。例えば親御さんが、早く勉強しなさいとか、進路どうするのとか、将来どうするのとか、でそういったこう日常の些細な会話が結構自分の自信をなくすようなコミュニケーションになってしまうことが結構多いんですね。例えばそんな風に考えてるからお子ちゃまやねんとかね、まだまだ甘いなとか、そういった言葉ですよね。例えばそれから、あんたも大人になって親になったらわかるわとかね、そういった言葉を、たくさん浴びている人がやっぱりカウンセリングしてるとすごく多いんですよね。で確かに、子供には分からないこともあるかもしれませんし、子供の方が大人よりも一般には未熟だというのはやっぱり自立そういう面もあるだろうと思いますし、これ誰しもが学ぶこと、成長することってあると思うんですけれども、ここでの問題は子供と親との間に決定的なこう気持ちの上で その絆が切れちゃった上で、そういう言葉を言われてしまうということですね。自分の感情を否定されてしまう、自分の意見をそのものを否定されて、時には自分そのものを否定されるような言葉を受けてしまう。そうすると、非常にカウンセリングしてて多いんですけれども、自分が何を感じているのかわからないっていうのがこれ一つですね。それから自分が感じて、思ったことを口に出すことさえなんかいけない頃な感じがする、もしくはそんな風に感じる、こんな風に感じる自分がおかしいんじゃないか、本当は、どっかに正解があるんじゃないかとか、もしくはあんたは甘い、お前は、考えが、甘い、そういう風に言われてきた人は自分の今感じていること考えていることがもしかしたらただ甘えてるだけなのかもしれないっていう風に自分で自分のことを疑うようになってしまうっていう、これすごくよくある傾向なんですね。でこうした方のじゃあ行動パターンはどうかっていうと、自分で、決めるっていうことにすごく時間がかかったりとか、不安が大きい、恐怖心が大きくなって、そうすると無力感が増すと、自分は何もできない人間だっていうふうに感じてしまって、で外の世界は怖い、人生なんか怖い、一人で生きるの怖い、自立するのは怖くなる。でその結果誰かに決めてもらおうとしたりとか、確実な正解を求めるような傾向がやっぱり出てきてしまう人も結構よくいらっしゃるんですね。でそれ自体を僕は非難してるのではなくて、そうやってやればやるほどますますその人が自分で自分の首を絞めてしまうんですね。つまり誰かに正解を求めて無力感を解消しようとしても、やっぱりどこにも正解はないことが多いし、自分で決めるしかないんだと。でも自分で決めるっていうのはその人が一番怖くて否定されてきたことなので、やっぱり怖くてできない、でできないから、そのままやらないままになっちゃうと、でやらないから本当にできなくなっていって、ますます怖くなって、ますます、人への、正解決めてほしい、でもそんな自分が甘いんじゃないか、自己否定感ですよねとか、いろんな気持ちがごっちゃになってぐる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 回って身動きが取れなくなると、そういう図状態、そういうアダルトチルドレン、そういう愛着障害、愛着トラウマサバイバーの方も多くいらっしゃるんですね。なので、こういうふうにね、もし自分がなってると思ったら、まずはあなたの感じ方は何を感じても自由だということと、それをどう表現するのか、どう行動に移していくのかっていうのは全く別の話だと。感情を感じる自由と、自分の表現方法や行動を工夫する、責任は分けて考えてくださいということと、
そしてもう一つは、あなたが何を感じ、何を行動し、どういう結果があったとしても、あなたの人間性は誰も否定してはいけないし、否定する権利もないということで、あなた自身も自分もできれば否定しないようにちょっとずつ、努力するということ、そういうことをすれば、徐々にね、この、心理的な傾向から脱出して自己肯定感が高まるような、考え方や感じ方や、行動パターン、人間関係のパターンっていうのが作っていくことができるようになります。諦めないでね、ぜひ、そういった方向で、ご自分のことを見つめ直して、いただければなと思っております。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。メルマガ登録と Twitter のフォローもお待ちしております。